こんにちは。東京都渋谷区恵比寿開業しています橋本です。上の奥歯になりますが、手前の金属を外し、そして治療し、そしてここに虫歯が見つけられた状態です。ここには亀裂が入っています。そしてここに虫歯があります。レントゲン上ではかなり中が深くなっているのが分かりました。そして麻酔しないでこの虫歯を治療していきます。最初の器具で水を出しながら丁寧に除去していきます。このように顕微鏡は大きく拡大して治療すること、削ることができますので、削りすぎを防ぐことが可能になります。しかし小さく削ればいいというものではなく、小さく削った場合はなかなか詰めることが困難な場合が多いです。そしてどこまで削るのかということの判断は各先生によって異なると思いますので、患者さんはそれを聞いた上で、確認した上で、しっかりと説明を聞いた上で治療を行っていくのがいいと思います。このようなところの虫歯はラバーダムをして削ることは不可能です。そしてこの亀裂が入っているところも除去していきます。麻酔は一切行わないで慎重にやっていきます。皆さんは自分の歯がどうなっているのかというのはおそらく見たことがないと思います。そしてどのように治療されているのかというのが見たことがないと思います。歯医者さんにお任せすると、あなたの歯はなくなる確率が非常に高くなります。自分で納得して治療を受けること、不安をなくすこと、理解すること、あなたの歯ですから歯医者さん任せにしないことが歯を長持ちさせる一つの大きな原因と考えています。橋本歯科では治療後このような状態を患者さんにご説明し、そして一歩一歩治療を進めていきます。患者さんが納得し理解した上で行います。納得せずまだ迷っている場合は、その日は説明のみとさせていただいております。